ペンカルバート協会論争とは、17世紀後半から18世紀前半にかけての営業を来たアメリカ植民地において、一方は、ウィリアム・ペンと、その相続人、もう一方は、第三代ボルチマー男爵チャールズ・カルバートと、その相続人の二つの家族による、領有植民地境界線にまつわる長期の法廷闘争のこと。植民地時代のアメリカにおいて、 直挙された払い下げ領土の重複を解消するために、イングランド王や裁判所により何度もの調停、測量、仲裁が行われて、最終的な解決を見た。こういったイングランド王直挙に関連する諸問題は、アメリカ合衆国成立後も引き続きその、最高裁判所や仲裁人によって審理が行われた。この境界線論争は、アメリカ合衆国の5つの州、メリーランド、デラウェア、 ニュージャージー、ウェストバージニアの現在の境界線確定の基礎とも、なっている。ペンシルベニア領主、ウィリアム・ペン・メリーランド領主第3代ボルチモア男爵、チャールズ・カルバート1629年、サミュエル・ゴディンとサミュエル・ブロマートは、オランダにシンド会社から死者を送り、現在のデラウェア州ルイス近くのヘンロペン、サキ周辺の土地について、これを買収するために、 土着のナンティコーク族インディアンと交渉を行った。ニューアムステルダムを本拠としていたニューネーデルランド、植民地の指示もあり、1631年には、この買収した土地を、ツバーネンデールと名付け、新しい植民地が建設された。だが28人による、この植民地は、そこが依然として、自分らの土地だと信じているナンティコーク族とのさかいが解消せず、一年経たずに、 襲撃によって全滅してしまった。翌1632年に同じ場所に再び植民地建設の試みがなされたが、やはり安全が確保できず、すぐに断念して全員が引き上げた。1632年6月20日、当時のイングランド国王チャールズ一世は、第2代ボルチモア男爵セシルカルバートに対して、チェサピークアン沿いの領土を払い下げる直挙を行った。 払い下げ範囲としては、その北限を北40度線、東限をデラウェア湾と大西洋とするとされた。しかし、この直挙には正し書きがあり、工作されていない土地のみが払い下げの対象となっていた。植民者は1634年に到着したが、植民地北限に関しては、測量や境界標識の設置が実施されることもなく、また、 テラウェア,アンゾイの地域には入植する者もいなかったので、普段の正し書きが考慮されることもなかった。ニュースウェーデン植民地がクリスチーナトリデを中心に建設されたのは1638年だったが、これを不法侵入行為だとみなしたオランダは、対抗措置として1651年にカシミアトリデを建設した。だが1654年にスウェーデンがこのカシミアトリデを攻め、 占領してしまった。ニューネーデルランド長官のペーター・ストイフェさんとは1655年に報復を行い、カシミアトリデを奪還しただけでなくクリスチーナトリデも占領し、スウェーデン人らを追い払った。ストイフェさんとは、カシミアトリデをニューアムステルと改名し、ここに副官を置いて全域を監視させ、本拠地を置いたニューアムステルダムに報告する体制を築いた。 それがスウェーデンあるいはオランダのどちらにせよ、英国は自国の領土の中に他国の植民地が作られたとして、これに抗議し、1659年にニューアムステルに施設団を送り、この地はボルチモア教に直居された英国領であるので、オランダ人入植者は立ちのけと主張したが結論には至らなかった。このため1664年に、 チャールズ1世の息子のイングランド王チャールズ2世は、弟のヨーク公ジェームズに対してコネチカット側から、デラウェア側に至る大西洋岸全領土を払い下げる、直挙を行い、これを根拠にジェームズは軍隊を率いて、他国植民地の総統を開始した。1664年9月8日、アムステルダムトリでは占領され、翌日、ストイフェさんとは、正式に、ニューネーデルランド全体を明け渡した。 デラウェア湾沿いの公益所もすぐに降伏した。ニューアムステルは英国人によりニューキャッスルと改名されたが、オランダ植民地時代と同様にニューアムステルダムの直轄地とされた。だが、ヨーク港は兄チャールズ2世からのニューキャッスル払い下げ直居状をこの時まだ受け取っていなかった。1681年、ウィリアムペンはチャールズ二世によりペンシルバニアの払い下げを受けた。 第3代ボールジモア男爵で、セシル・カルバートの息子、チャールズ・カルバートはこの払い下げに対して、ペンの領土は、メリーランドの北側で、北緯40度線を境界とすることとなっており、自分の直居地を犯すことはないと考えて、異議を唱えなかった。加えて、ヨーク公は、さきのオランダ総統船の部君により兄から、ニューキャッソルの周囲12マイルが与えられていた。ペンは、 自分の植民地にも海洋へのアクセスが欲しかったので、洋区港を説得してこのニューキャッスルをペンに貸し与えてもらおうとまで考えていたが、結局は1682年8月に、洋区港により、ペンに対して、この12マイル円を含み、ヘンドペン岬までの領土の払い下げが行われた。このように洋区港はペンに領土を与えたが、実はこの段階ではまだ洋区港は、 英国王室から正式にデラウェアを直去されていなかった。直去となったのは1683年3月22日である。ペンは英国から植民地に渡航し、1683年5月にニューキャッスルでボルチモア団尺と会談した。だが二人はペンシルバニアの南側境界線をどのように決めるか、またニューキャッスルの12マイル円のサイズをどうするかに、 ついて合意できなかったこの階段がその後の長い裁判闘争の始まりと言える。ペンは彼の新しいペンシルバニア植民地にチェサピーク湾に出られるアクセスが欲しいと考えていた。一方で、ボルチモア団尺はペンシルバニアの南側境界線は北緯40度線であることを譲らず、また1632年直去によりメリーランドを得た際に デラウェアーンにある陸地もこれに含まれていると主張した。両者は合意できず、ペンは裁判にすることを決めた。ペンとボルチモア男爵の両者は英国に戻り裁判に出席した。この時までに、ヨーク校はジェームズ2世として大いについていた。ペンは、ジェームズ2世と自分は親しく、また名優でもあったので裁判が自分に有利に進むと考えていた。彼は裁判で、 ツバーネンデール植民地について、メリーランド直居は工作されていない土地のみが対象であるのに、デラウェア湾付近は直居前にすでにオランダ人が建設した植民地により工作されていたと述べた。このことは、1659年にメリーランドがその事業内にオランダ人が入植していることに関して、抗議を行った時にオランダ人により主張された反論そのものでもあった。 これは決定的なものだった。貿易プランテーション委員会はバルチモア直虚は工作されていない土地に与えられたものであり、先んじてその領域にキリスト教信者が存在したのであれば、そこはボルチモア男爵のものではないということを追認した。1685年11月7日、国王は妥協案を示した。それは チェサピーク湾とデラウェア湾の間の領土は、ヘンドペン岬を通り西に向かう直線と、北緯40度線から引いた南北線により半分ずつに分けるというものだった。メリーランド側はまだこの境界の測量、標識設置を行っていなかったが、ジェームズ2世は、メリーランドの北側の境界は依然北緯40度線で、あると定めた。1688年に、 ジェームズ2世はペンに対して新しく直居状を作成しデラウェアの持ち分の再定義を行った。1701年7月20日、下流産軍の住民はペンに対し独自の議会や統括する役所を持ちたいという内容の請願を行った。ペンは8月28日にこれを認め、いずれデラウェアはペンシルバニアから分離して一つの植民地となるであろうと予想し、 ペンシルバニアとこの新しい植民地の境界となる12マイルへの測量及び標識設置を命じた。ペンシルバニア側はアイザック・テイラー、ニューキャッスルからはトーマス・ピアソンズが選ばれ共同で測量を行った。1701年9月に彼らはニューキャッスルの堤防から測量を始め10月には円弧部分の標識設置も終えた。この測量は多くの誤差を持った。 稚拙なものだったが、その後多大な時間をかけて、解決に至る、この長期論争の中で、12マイル円を正確に決めようとする最初の試みだった。1709年に、ボルチモア男爵は、ジェームズ2世の娘で、当時のグレートブリテン女王案に対し、1683年に、ペンに対して行われた直挙のうち、北緯40度線以南の領土に関して、 取り消しを行う要う請願を行った。ペンはこれに反対したが、案は1710年6月23日に、これを却下した。女王による、この決定の後、ペンシルバニアとデラウェアの合同議会は、テイラーとピアソンズの測量による協会を承認した。だが根底にある問題は解決していなかった。メリーランド植民地政府が、デラウェア域内の土地を、 メリーランド住民に勝手に払い下げを行うことが続いており、双方の保安官同士が衝突を起こすなどの事件が発生した。このためデラウェアの議会は1年前に行ったばかりの12マイル円協会の承認を取り消すに至った。やがて紛争当事者が死亡。ボルチモア男爵は1715年に、ペンは1718年にそれぞれ死んだ。ボルチモア男爵の息子の 第4代ボルチモア男爵ベネディクト・カルバートは、父の死の2ヶ月後に休止してしまったので、教会問題は、メリーランド側が第4代ボルチモア男爵の息子で、第3代ボルチモア男爵の孫の、第5代ボルチモア男爵チャールズ・カルバート、ペンシルバニア側が、ペンの息子、ジョン、トマス、リチャードの3人に引き継がれることになった。 1732年のメリーランド州の地図それまできちんとした測量が行われていなかったが、この頃になって12マイル円が実際には北緯40度線とは交わらず、もっと南側にあること、及びペンシルバニアの最終要都市であるフィラデルフィアも北緯40度線の南側に位置することが次第に明らかになってきてこの境界問題はさらに複雑になった。双方ともが相手には、 内緒で自分に有利になるような測量を、標識設置を実施しようとした。1722年、ボルチモア男爵は、メリーランド議会に対し、セシル軍の主席犯人が、森の中で境界を越えたとして、ペンシルバニアに逮捕されたことについて、苦情を述べた。一方、メリーランドは12マイル円の測量を行った、アイザック・テイラーを域内に侵入した角で逮捕した。 植民たちの間にもくれサップ戦争に象徴されるようなさかいが発生しており、一体誰に対して納税義務を負っているのかもわからなくなっている状態であり、早期の和解を望む声が大きくなった。1731年、ボルチモア男爵がジョージ2世に対して正式な教会確定に関してペンが同意するようにとの請願を行った。再び貿易。 フランテーション委員会が裁定を行うことになった。ボルチモア男爵は北緯40度線案を主張して譲らず、ペンはフィラデルフィアの南20マイルにすべきだと主張した。英国王と委員会は妥協案を提示して両者を納得させ、1732年5月10日、ボルチモア男爵とペンの両者は合意文書に署名した。内容は、 両者は1685年の取り決めをおおむね、守るが、ペンシルバニアの南側境界線は、北緯40度線より南側に移し、フィラデルフィアの南15マイルの地点を通る移線とする。半島は、ヘンドペン岬を通る移線と、その中点から北方に伸び12マイル円西側円湖に、接する線、この接点から、北は12マイル円そのものをたどり、 半島横断線中点より伸びる線が12マイル円に接した地点と同じ程度に達したらそこからは東西線に達するまで真北に伸びるというものだったこの合意書には地図も添付されていたがフェンウィック島とヘンドペン岬を取り違えており実際のヘンドペン岬の19マイル南側に半島横断線が引かれることになったニューキャッスルコートハウスのキューポラは12マイルサークルの 中心として使用された。協会委員会は長年にわたって何度もここで会合を持った。合意書条文には新しく委員会を設け、これが合意事項の履行状況を監視し、協会標識を設置するというもので、双方7人ずつメンバーを指名した。委員会は最初の会合をメリーランドのチェスタータウンで行った。結果的に彼らは4回会合を持った。 彼らは12マイル円に関していくつかの点で合意に至らなかった。まず、メリーランド側は円は中心を持っていなければならないが、その中心をどこにするか決定する権限をメリーランド側にも与えようと主張した。また、メリーランド側委員は12マイルは円周の長さであるとして、ペンシルバニアが主張する半径12マイルと食い違った。 ボルチモア団尺は提出した地図において、半島横断線の通過点をフェンウィック島と間違えたことに気づき、これを訂正したいと主張した。紛争解決の権限も与えられていたにもかかわらず、この委員会は最終的に合意に至らなかったとする文書に署名しただけだった。この失敗の後、ボルチモア団尺は英国の裁判所に新たな請願を行った。 ペンの三人もこれに対抗して、請願を行った。ジョージ2世は1738年5月4日に、暫定的な境界線を示し、双方に対して論争中の土地に関してはその、払い下げを停止する命令を発した。請願を法廷に提出後、両者及びその代理人は、フィラデルフィア、ニューキャッスル、そしてメリーランド全域で証拠の収集を始めた。 両者の請願は1750年には、応募院に挙げられた。植民地での権利関係書類や数十年にわたる、様々な当事者による合意書などを見直し、両者の意見を聴取した後の1750年5月15日、大法官、ハードウィック伯爵フィリップ・ヨークは1732年合意を、準主せよとの結論を下した。これに基づいて新たに委員会を組織し、 境界線確定の監視を行わせることとし、さらに初めの委員会で停止していた議論にも結論を下し、12マイル円はニューキャッスルを中心とした半径12マイルの円とすること、及びヘンドペン岬ではなくフェンウィック島を通る遺線を南側境界とすることとした。この事件の決定はペンブイボルチモアロード1別1444に基づいて報告されており、 それ自体が重要な判例となり、モザンビークの規則に対する司法の例外となっている。オックスフォード大学のエイドリアン・ブリックス教授は、判例が十分に重要であり、事件自体を参照する同様の同盟の規則があるべきだと主張した。最南端の紛争協会である半島横断線新しい委員会には、ウィリアム・アレン、ベンジャミン・チュー、トーマス・ホップキンソン、ペンシルベニア及び、 デラウェア州のリチャード・ピーターズ牧師、ライブ・ホルト、テンチ・フランシス、及びメリーランド州のベネディクト・カルバート、ベンジャミン・タスカー・ジュニア、ジョージ・プラター、ダニエル・デュラニー・シニア。彼らは1750年11月14日にニューキャッスル・コートハウスの会議室で最初の会議を開催した。委員は、コートハウスをニューキャッスルの中心とみなすべきであり、12マイルサークルは、 建物の上部のキューポラを中心にすべきだと提案した。委員会は続いて測量チームを雇用し、手始めにフェンウィック島を通り、半島を南北に分割する線を地図上に描画する作業を行った。この測量線を半島横断線と呼ぶ。一番目の標識はこの線の東端部にあたる地点に置かれた。 1751年6月にはこの半島横断線の測量作業は完了した。しかし10月に同じニューキャッスルで行われた会合では半島横断線の生誕部はチェサピーク湾なのかスロータークリークなのかで紛糾した。生誕部を決定できないと中点も決定できないため測量は終了できない。また12マイル円に関しても山や谷などを 地形なりで12マイルなのか、水平距離で12マイルなのかでも合意できなかった。委員会は、英国のハードウィッカ伯爵に、再び紹介を行い、半島横断先生端は、チェサピーク湾、12マイル円中心は、委員会の結論通り、12マイルの距離は水平距離、との決定を受けた。1751年に、ボルチモア男爵が死に、息子のフレデリック・カルバートが、 第六代ボルチモア男爵となったが、この世襲直後に、父親がなしたあらゆる合意に縛られるのが嫌だなどと言い始めたため、論争は再び振り出しに戻ってしまった。測量も中断された。だが1760年までにはホニーし、同年6月4日には話し合いに戻り1732年の合意と1750年の大法官の命令を守ることになった。 その年の11月にニューキャッスルにおいて委員会は半島横断線の測量結果と中点を示す標識の設置に合意した。これで南側の境界は確定となった。メイソン・ディクソン線1761年、地元の測量士らによりチェーンを直線上に付設する方法で12マイル円の測量が行われたが、やり方も計算も稚拙でうまくいかなかった。 1763年にも同様な試みがなされたが失敗した。ここにイタリ両家の委員会は地元の測量士ではなく英国の測量士に依頼することを合意した。1763年7月20日、ペン及びカルバート両家とチャールズ・メイソン及びジェレマヤ・ディクソンの二人の間で契約が結ばれた。二人は同年11月15日にフィラデルフィアに到着し、 委員会のメンバーと面会したメイソンとディクソンの初めの仕事はフィラデルフィアの最南端となるポイントを決めることだった。彼らはそこに観測所を設けた。そこから西に31マイル進んだところに本部を設置し、基準点となる石を置いた。この石はスターグレーザーストーンと呼ばれている。追加の観測と測量作業の後、ペンシルバニアとメリーランドの境界測量に入った。 1764年の8月にはニューキャッスルの裁判所からの線と接点の位置を決定した。9月4日から25日にかけて中点標識からの南北線の測量を行った。11月測量技師2人はデラウェアのクリスチーノで委員会に出席し、委員会は結果を承認した。 1765年12月17日から翌1766年1月1日の間に双方の委員の立ち会いの下で標識席の設置を行った。1767年中の帰国までに東西線をできる限り西に,に延長する作業も行った。1767年11月にクリスチーナにおいて最終結果の報告を終え、1768年9月に 帰国した。カルバート及びペン・両家は、ケは1768年8月20日にジョージ三世にメイソン・ディクソン1による教会の承認を求める請願を行った。1769年1月11日にジョージ三世はこれを承認した。この論争の始まりから85年以上が経過していた。両家は7年後のアメリカ独立戦争により共に その植民地をすべて失うことになる。ペン、カルバート領家の法廷でのさかいは、英国王が、教会に関する、合意書に署名して集結し、その数年後には、アメリカが州国独立により、植民地の権利は失ってしまったが、教会と俗領に関して合意できていない点はたくさん、残っていた。1820年、デラウェアは、米国政府にデラウェア側川,川口部の島である、 ティーパッチ島を売却したが、ニュージャージー州はデラウェアが勝手に売却する権利を持ってはいない。なぜなら、この島は、もともとは、ニュージャージー側にあったものであるからだと主張した。陸ッ軍長官、ジョン・カルフームは、司法長官のウィリアム・ワートに、法律的意見を要請し、ワートは、ジョージ・リード JR と、前次法長官のシーザー・ロドニーに相談した。二人は、 植民地時代におけるペンとカルバートの長期にわたる論争の詳細をレポートし、デラウェア側の川物内12マイル円内にある部分は、すべてデラウェアに帰属すべきである。したがって当該島は、デラウェアの持ち物である。と結論した。その後この問題に関して2つの巡回裁判所が、前述の2人のレポートとは異なる意見を述べたため、当時の大統領である。 ジェームズ・ポークは1847年に仲裁人を解決の任に当たらせるように提案した。仲裁人にはジョン・サージェントが指名された。独立記念館において、米国政府、ニュージャージー州市民それぞれの代理人に植民地時代における権利関係の歴史について議論させ、サージェントはこれを聴取した。サージェントの結論は、ペンタイ・ボルチモア裁判におけるハードウィックの 決定から大きく異なるものではなかった。1872年になって、ニュージャージーの複数の漁師がデラウェアに逮捕される事件が発生したことがきっかけとなり、ニュージャージーはデラウェア側の中央線まではニュージャージー州の領域であると宣言を行った。このデラウェア側の管轄権問題は、米国連邦最高裁判所においてニュージャージー対デラウェア事件として何度かにわたり、 審理が行われた。1934年の裁判では、ベンジャミン・カルドーズを判事により12マイル円の成り立ちや、それにまつわる、境界論争が文書化された。この時の判決では、英国大法官、ハードウィックと仲裁人、サージェントの意見が引用された。アメリカの植民地、または、州の間の境界紛争を裁定するための、 裁判所による最古の試みの一つとして、ペン V。ボルチモアは、アメリカの境界紛争に関係する他の多くの事件の、先例としても信頼されてきました。最高裁判所は、ロードアイランド州でのハードウィック首相の、法的推論を引用した。マサチューセッツ州、37US657、バージニア州 V。テネシー州14 US、148US503。 バージニア州 V、ウェストバージニア州 78US39、ミズーリ州 V、イリノイ州 180US208、およびメリーランド州 V、ウェストバージニア州 217US1、など、ニューヨーク州県自総長、ジョサイア・オングデン・ホフマンは、ペン V、ニューヨーク V の場合のボルチモア、コネチカット 4US1。これは、 習慣の紛争を解決するために、元の管轄権の下で最高裁判所が審理した最初の事件でした。ハンス V のバイルイジアナ州 134US1 裁判所はいくつかのタイプの訴訟は憲法の立案者、ペン V。ボルチモアはこれらの異常な訴訟の主題のいくつかは植民地時代でさえ裁判所に知られていないことを示しています。 彼の意見では、ハードウィックはまた人格において公平な判断を下すことができるという法的概念を確立しました。ボルチモアロードが外国の土壌、または王室の植民地に対する裁判所の管轄権に反対したとき、ハードウィックは意義を却下し、イングランドで行われた契約上の合意に基づいて裁定して、以来実際に行動することができると判断しました。 裁判所の前に出席し、刑と隔離の権限の対象となります。最高裁判所は、ペンイヤー V-NEF-95US714。ありがとうございます。